それではですね、ただまよりごぼうをね、ごぼうを巻きます。ごぼうの巻き方をやってみます。まず最初にですね、巻き溝をつけます。ごぼうを巻く巻き溝をね、つけます。これ棒でね、巻き溝つけます。この辺にね、巻きます。はい、そうしましたらですね、これですね、サラダごぼうですね、これを巻きます。この口をね、こう切ってこれで巻きます。それではね、これで巻きます。はい、以上でね、終わりました。